鏡の国のアリスのジャバボックの歌に登場するナンセンスな生物、ジョン・デニエルによる差し絵。ナンセンス文学あるいは、ノンセンス文学とは、いう意味なものと無意味なものとを組み合わせて、言葉を使う上での常識的な約束事や、論理性を無視し、壊そうとするような文学の総称である。特に知られている、歴史的な形式は、ナンセンス詞だが、 今日においては死に限らず様々な形式の文学作品で表現されている。ナンセンスの文学的な効果は一般には意味の欠如よりもしばしば意味の過剰によってもたらされる。ナンセンスの多くは本質的にはユーモアに属するが、それは意味をなすことによって面白みが引き出される大多数のユーモアとは反対に意味をなさないことによって成立するユーモアである。 ナンセンス文学の起源は二つの流れにたどることができる。より古い方の一方は、民謡や童謡、民話や民衆劇、言葉遊びといった交渉を起源とするもので、今日においても学校歌として広く扱われている。マザーグースの歌などにその形を止めている。交渉におけるそれらの役割は、あることを記憶するための手段であったり、または、 パロディや風刺であったりと様々である。もう一方の流れは、宮廷詩人や学者といった知識人による、より知的な作品を起源とするものである。これらの内容は、古典文学のパロディや、宗教的な国慶詩、政治的な風刺詩などで、しばしば洗練された、新たなナンセンスの形式が作り出されていった。今日のナンセンス文学はこの二つの流れが合わさる。 ところに成立している。ある男が言いました。しー、静かに。茂みの中に、雛鳥がいるんだよ。皆が聞きます。それは小さいのかい彼は答えます。とんでもない。だって茂みの4倍もあるんだぜ。ナンセンス文学の古典はイギリスに集中している。長述したマザーグースの動揺集もそうだが、エドワードリアは、その、 ナンセンスの絵本をはじめとする著作で発表された多数のリメリック誌によって上記の二つの流れを合わせた近代的なナンセンス文学の大集化を促進した。この流れを引き継いだのがルイス・キャロルであり、彼の児童文学作品、不思議の国のアリス、鏡の国のアリスはナンセンス文学を世界的な現象にした。特に後者の作品に登場するジャバボックの歌は、 しばしばナンセンス文学の精髄とみなされている。20世紀以降の文学においても、例えば、T.S. エリオットの詩や、ジェームズ・ジョイスの小説にもナンセンス文学の要素が認められるし、ベケットやイオネスコの不条理演劇は、ナンセンスのより現代的な形とみなすことができる。日本においては、井上久し、筒井安高などが、ナンセンス文学の書き手である。 ナンセンスとは、センスの否定形であり、言葉の上での、ナンセンスは、意味のないもの、馬鹿げたものを指すが、しかし、ナンセンス文学が、創造的であるためには、知性的な厳密と方法等を必要とする。したがって単なるデタラメな文章、わけのわからない文章が、必ずしも、ナンセンス文学となるわけではない。ナンセンス文学と呼ばれるものは、一般的には、 意味ないし文法、表音や文脈など何らかの点では理解可能な形を保っており、一見見慣れない単語が用いられている場合にも多くは文法的に品詞が推定できたり、文脈的に何らかの意味を持つことが想定できたり、あるいは言葉遊びによって見慣れた単語が組み合わされていたりする。ナンセンス文学では、格式バッタ語法や語調は、 様々な不条理な要素を加えることによってバランスが取られる。そのような際に用いられるナンセンスの技法をそれと見分けるのは容易である。例えばそれは間違った論理的規決、カバン語、造語、反対語や逆さま言葉、不正確さ、二つ以上のものの間の同期性、文章とエットの間の矛盾、不可解な独断、無限に続く繰り返し、モノマネ。 間違った解釈などであり、また、トートロジー、文字や音節の重複、不条理な正確さなどもナンセンスの効果をもたらす。そして作品がナンセンス文学であるためには、ナンセンスな表現が作品の中で役割を演じてはならない。ある文章がただ必要に応じてナンセンスな表現を取っているに過ぎなければ、作品の中のその部分には確かにナンセンスな効果が、 現れていても、その作品自体は、ナンセンス文学とみなされることはない。ナンセンス文学が人に感銘を与えるのは、人間が常に、何に対しても、場合によっては、それが存在しないところにまで意味を求める、生き物だからである。ジャバウォックの歌より、ジョジ誌のパロディだが、その道具立てはファンタジーによく似ている。ナンセンスと、ファンタジーとは、 時には互いに似通う場合もあるが、しかし両者ははっきりと区別される。ファンタジーに登場するような奇妙な生物、不思議な世界観、魔法、人語を喋る動物といったものは、それがなぜその作品世界に存在するかが論理的に説明される限りでは、ナンセンスなものとはならない。その点で、ファンタジーにはナンセンスにはない一貫性と統一性が存在する。 ファンタジーの世界では現実にはありえないようなものが登場してもすべてが論理に従っているのであり一方ナンセンスの世界では論理の法則が無視されせいぜい我々の理解を超えた何か不可解なものが存在するのだということがほのめかされるに止まる典型的な例が魔法魔術であるファンタジー作品においては魔術はある不思議な現象をそれが 作品の中でなぜ起こるのかを論理的に説明できるものとして採用される。一方ナンセンス文学においては、そもそも魔法が現れること自体が稀であるが、それが現れる場合でも何か不可解な出来事に説明を与えるためではなく、むしろナンセンスな色合いを添えるために用いられる。なぞなぞは、その答えがまだ見つからないうちはナンセンスであるかのように見える。 ナンセンスな謎謎として、有名なものの大多数は、もともとその答えが存在しないがゆえにナンセンスなものと、みなされている。不思議の国のアリスでは、オカラスと書き物机が似ているのはなぜかという謎謎が登場する。アリスが、答えがわからず交参すると、謎をかけた帽子屋自身が、自分も答えを知らないのだと言い、もともと答えのない。 ナンセンスな謎なぞであったということになる。シュルレアリスムとナンセンスとは場合によっては互いに近づくこともあるが、しかしシュルレアリスムが偶然性を理性から解放し、日常経験の転倒を図ろうとする芸術であるのに、対してナンセンスはあくまでも理性によって周到にコントロールされる点に違いがあると考えられる。ナンセンス作家や詩人の例、 文学者に限る、ありがとうございます。